信元は民法は関与なしの確認取れました。ハッキングの類とのことです。恐れを抱いた者はこの地を去ってください。ですがどこにいたとしても我々の裁きは下ります。俺の存在があなたを歪ませたんじゃないか。俺さえいなければあなたの正義が歪むことはなかったんじゃないか。榎本さん、あなたが死んだのは俺のせいだ。弱者が虐げられるだけの世の中を変えるのです。我々の名はアドニス。最初は持つだけでも手が震えてたな。これは人を殺す道具じゃない、守る手段。そう、本来それは誰もが持てるもんじゃない。佐伯くん、武器を持てるのはある意味選ばれた人間だ。そうじゃなきゃ秩序なんて保てない。うん、ど真ん中さすがだな。私こんな重いものを一般人に持たせようって決めた人の気持ちがわからない。お目覚めのようですね、星野一華さん。教会、突然このような場所にお連れしてさぞや驚かれていることと思います。首は誰？あなたは選ばれた実験体なのです。これから X デイまでの間あなたの行動を監視させていただきます。首輪には治療の毒が仕込まれています。このことは警察に口外しないでください。おい、しっかりしろ。あなた、無理に喋るな。俺はお前を探していたんだ。大丈夫だ、絶対に助ける。お、気がついた。おい、お前大丈夫か。声がでけえ。起き抜けに聞いたら低レベル。あ、終わり。解毒は成功しているはずだが体は動くか。はい、あの、あなたたちは。お前に危害を加えるつもりはない。まずはこれを見てくれ。 X デーのカウントダウンとして12月6日に新宿園で一人の女性を毒殺する。え、その予告状が俺たちの元に届いた。助けたければ解除コードを入力しろ。警察に言えばすぐに殺すって脅しつきでな。解除コード、俺たちが駆けつけた時お前は毒で倒れてて、その解毒薬も首輪に仕込まれてたんだよ。首輪、そうだ、致死量の毒だって。おそらくあの時解毒したのは俺たちが助けることを見越した遅効性のものだ。今もその首輪には死に至る毒が仕込まれている可能性が高い。俺は警視庁の捜査一課にいた柳愛司だ。捜査一課、今は独自に X デー事件を追っている。あの、笹塚健、元はサイバー犯罪対策課にいた。あなたも元警察官。耳かっぽじってよく聞きな。え、元第二機動捜査隊所属、かの前の刑事に勝るとも劣らない歌舞伎者。捕らえた犯人は数知れず、一気当然百花繚乱のイブシン。星に悠然と立ち向かう男の中の男、榎本ミニオタ、俺のことよ。全員が元警察官なんですか？俺は違うよ。え、白石は現職の警察職員だ。どうも、警視庁科学捜査研究所所属、今は新宿署で機動捜査支援係を担当している白石影幸です。改めてよろしくね。でも首輪のこと警察には。今死んでないんだから俺はセーフってことじゃない？え、あ、お客さん珍しい。お前またかよ。不法侵入で訴えるぞ。あの、驚かせてごめんね。お客さんなら出直そうか？そうしてくれるとありがたい。あと次は扉からな。だって閉まってるし、いつも入れてくれないから。それが入ってくるなって意思の表れだろ。とにかく今日は帰れ。はい。あの男は X デー事件を捜査中の俺たちを守るという任務についている警視庁警護課の岡崎慶だ。警護課？SP が一般人である皆さんを守っているんですか？岡崎君はそう言ってるけど、本当のところはどうなんだろうね。警察の意図はわからないが、岡崎には首輪のことを気取られないよう注意してくれ。あいつは油断も隙もねえから気をつけろよ。はい。星野、どの事件を捜査するかお前の希望はあるか？えっと
X デー事件は各月によって犯行内容も手口も全く違う。だから皆さんそれぞれ担当の事件に絞って捜査されてるんですよね。ああ、私は4月5月の事件を調べようと思っています。はあ、ちょっと待て、それでひょっとしなくても俺が担当してる事件じゃねえの？え、そうだな。その場合榎本には星野と組んで捜査してもらうことになる。なんてよりによって、他の事件でもいいだろう。よくないです、私なりの理由がありますから。榎本、話ぐらい聞いたらどうだ。でもあの事件は俺が一人で追うべきだし。そいつどうすんだよ。この様子じゃ心配ですし、タクシーで家まで送ります。は、家、彼氏じゃないのにか。佐伯君は時々こうなるので、前にも。前にもって、お前、彼氏でもない男の家に行くとか軽すぎねえ。佐伯君は警察学校の同期でって。あの、どうしてそんなに突っかかるんですか？別に突っかかってねえよ。お前こそ何そんな怒ってんだ。ああ、声が頭に響く。 あれ、この人誰？あ、その…わかった。お前の彼氏だ。はぁ、違うのか？いや、違うに決まってるでしょ。そうだ、誰がこんな女と。こんな女って…あ、いや、だってよ、おしゃれかな外見しといて思ったより気が強いってか。とにかく、お前は俺のタイプじゃねえ。私だって、榎本さんみたいな人タイプじゃないです。俺はアドニスのやり方が気に食わねえ。私だってそうです。だからアドニスと少しでも関係があるなら疑う。ですから私は無関係で。本当に全くの無関係ならお前は狙われるはずねえだろ。え、たとえお前が意図してなくてもだな、あっちが狙う理由は必ずあるんだ。それはその通りです。でもお前だって俺たちを信用してるわけじゃねえんだろ。もうせめてなんか毛布とか。え、榎本さん、榎本さん、竹枕いい感じ。ちょっと榎本さん、何やってるんですか？いやいや、ちょっと寝ないでください。なんか星野の声がする。そうです、私です。っていうか、いい加減にしないと本当に怒りますよ。星野、マジ可愛い、本当に可愛い、超天使。え、榎本さん、お待たせしました。いや、俺も今来たとこ。それより桜川さんと、あんた前に酔っ払ってた星野の同僚。あ、ひょっとしてあの時の佐伯。あんた榎本に解放されるほど飲んでたの？いや、ほら、星野と飲んでる時はさ、つい気が緩んじゃうっていうか。俺たちが今日ここに来た意味忘れんなよ。忘れてないですよ。白石さんからヒントはもらったんだ。ヒント？あの、 X デー事件は交換殺人の線が強いっすよね。そうだね。やっぱみんな気づいてんのか。あ、でも5月の事件の藤井先輩の殺され方に当てはめるとその前提が崩れるっていうか。君がそこまで考えてるとは意外だったな。白石さんは全部わかってるんですか？まさか。だけど誤認逮捕について被害者本人じゃなくても恨みを持つケースはある。被害者じゃないのに恨みを持つ。考えてみれば君の立ち位置は実行犯に近いのかもね。俺が？え、どういうことですか？それってなんかわかったのか？榎本さんは直接の被害者じゃありませんけど、犯人に強い恨み持ってますよね。ああ、なんだ。会場から誰か、アドニスが X デー事件を起こしたことによって救われたと錯覚を起こしている人もいるかもしれない。でも新宿に住んでいる人は平穏な日常を奪われてしまいました。アドニスは、あなたは本当に誰一人として罪のない人を傷つけてはいませんか？お前がどんな経緯でアドニスと関わったかは知らねえけど、2年前一色さんを助けようとしたお前は今とは違う正義を掲げていたはずだ。困ってる奴を助けたいって、それだけだったはずだろう。思い出せ。本番はまだだけど、予行演習ってことでだな。本番は本番でまた緊張しそうですけど。隣にいてくれるだけでこんな幸せなんだ。家族になってくれた日には幸せすぎて泣ける。間違いね。じゃあ私は
その涙を拭う準備をしとかなきゃですね。ああ。で、当然キスをすることにもなるよな。あ、はい。生まれてこの方したことねえけど、その時は失敗できないわけで、だから、その今していいか。はい。笹塚さん、人を、え、人を殺したいほど憎いと思ったことあるか。笹塚さん、俺にはある。殺したいほど憎いと思ったことが。弱者が虐げられるだけの世の中を変えるのです。我々の名はアドニス。お前の希望はあるか。X デー事件は各月によって犯行内容も手口も全く違う。だから皆さんそれぞれの担当に絞って捜査してるんですよね。私は8月の事件が気になっています。無理。え、迷惑。他当たれ。以上。あ、8月は笹塚さんの。おい、タケル、そんなにバッサリ切り捨てんなよ。星野、お前が8月を選んだのは何か理由があるのか。はい。手は足りてる。それよりお前は署内の人間から警察の情報を引き出してこい。警察の情報？おいおい、それってバレたらクビのやつじゃん。それはこいつの努力次第だろ。現に白石さんはうまく抜いてる。抜いてるって、白石さんは警察の情報を横流ししてるんですか？あの人は気まぐれだし、欲しい情報が条件付きな時もある。お前がうまく機能すれば手間が減る。そんな。そもそもお前に選択権なんてないだろ。黙って従え、バカ猫。おい、何ですか？お前、何で迷った？え？お前に俺たちを拒否る理由ってあるの？理由？柳さんはああ言ってたけど、お前自身が X デー事件の手がかりなのは変わらない。少なくとも俺は簡単に逃がす気ねえから。どういう意味ですか？使い道のあるバカなら利用するだけ。なんでわかんねえの？あい、ちょ、黙れ。命がかかってるからって誰もがお前に同情すると思うな。この事件が X デー事件である以上、犯人はアドニスという組織なんです。組織によって計画された犯行なら、事件の内容上最も疑われやすいものに完璧なアリバイを作り、そうでないものに犯行を実行させる交換殺人が行われているとすれば、全て辻褄が合います。バカはバカでも使えるバカだったらしいな。じゃあ75点。え、爪が甘い。お前の論理には動機が欠けてる。ま、バカ猫なりに頭ひねって考えたところは評価してやるけどな。俺だよ。あ？お前をはめたやつ探してるんだろ。簡単だよな、ネットの民意ひっくり返すのなんて。てめえ、どこに行っても同じなんだよ。お前の大事なネットの世界なんて、小さなきっかけ作るだけで簡単に壊せる。笹塚君、それ以上は。リアルじゃ何もできねえ小物が神名乗ってんじゃねえよ。黙れ笹塚さん。確保、確保だ。離せ。てめえ、離せ。離せ。よく打ちました。一瞬の判断が遅れていたら結果は違いました。はい。笹塚君も。笹塚さん、笹塚さん、お前生きてるよな。どこも撃たれてねえよな。また目の前で失うのかと思った。お前死ぬなよ、絶対。笹塚さん、笹塚さん、これは個人的なお願いです。断罪すべきは何か、どうか間違えないでください。笹塚さん。一花。何ですか？お前今日は帰れ。行かないでください。一人で考えたいことがある。笹塚さん、どこにも行かないって言ってください。行かないでください。おい、ここで約束してください。お願いです、どこにも行かないって。お前泣いてんの？泣きます。笹塚さんが約束してくれないなら。
今は一人にしてくれ。頼む。笹塚さん。留守番電話に接続します。泣きそうです。メッセージをお預かりしました。いい子で待ってろって。皆さんに一つ。お伝えしたいことがあります。犯罪者を擁護するつもりはありませんので誤解せず聞いていただきたいのですが、 X デー事件における各月の実行犯たちには一部被害者という側面もあると思われます。復讐を果たした執行者たち、彼らの悲しみは消化されたのでしょうか。お前は執行者たちの悲しみに興味なんてないだろ。その先にある国の改革しか見えている。そんなことはありません。私はあなたと誓った理想を。お前バカだろ。恋人、チャンス、好きでもねえ女イブに誘うわけねえだろ。好きだ、イチカ。ずっとそばに置いてやる。だからとりあえずこの腕離せ。キスしてやれねえだろ。笹塚さん、汚れた日本を再生するため、これより X デーのカウントダウンを開始します。罪を犯した者たちです。今一度自らの心に問いかけてみてください。己はこれまで誰かを傷つけていないか。来月の1月1日 X デイ、我々は全国の犯罪者を一掃します。裁きの対象者には首輪をつけておりますので、誤って対象者以外を消すことはありません。法の穴をかいくぐり罪を隠した者、人を傷つけておきながら、そ知らぬ顔をした者、裁きの日まで、今一度お待ちください。